海の中からこんにちは、兄貴船長です。最近話題となっている海洋ゴミ問題、イルカやカメなど生態系への被害や、私たちが普段食べている魚にたまる有害物質など、海のゴミ問題は私たちの生活に結構身近です。船や船乗りたちへも悪影響、浮遊するロープやビニール袋が航行の邪魔をしたり、船体を傷つけるなど、ただでさえ忙しいのに余計な仕事を増やされてはたまったもんじゃありません。今回は海洋ゴミが船に与える危険と、そこで悪戦苦闘する船乗りたちの悲鳴、そして海洋ゴミ問題解決に挑む最新の船をご紹介しましょう。今日も海運業界の実態や船乗りの仕事を発信していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄でアンケートも行っているので、気軽に参加してみてください。それでは本日も出航。海に浮かぶゴミの素材や大きさは様々。プラスチック製品にとどまらず、ブイや流木、果てには冷蔵庫などの、おいおいこんなものまで浮いてるのかよというものまで。特に海洋プラスチックは大きな問題。世界で年間4億トンのプラスチックが生産されており、 2.5% の1000万トンが海に流れ出ています。例えると年間2500本のスカイツリーが海に捨てられていることになります。釣り糸が絡まったカモメ、クラゲと間違えてビニール袋を大量に飲み込んでしまったカメなど、たびたびニュースで目にしますね。同じように私たちもゴミを食べた魚を食べることで、自分たちが捨てたゴミを海から投げ返されています。おっと、ここで緊急ニュースが入りました。海に漂流したゴミにより船のトラブルが発生したようです。現場と中継がつながっています。こちら現場です。先ほどまで順調に航行していたのですが、いきなり船が減速して、調べたら浮遊ロープがプロペラに絡まっているみたいです。ロープを切らないといけないし、もしプロペラが損傷したり軸が曲がっていたら一大事です。中継ありがとうございました。おっと、別の現場からも情報が。エンジントラブルで原因を開放点検してみたら、冷却海水の取り込み口にビニール袋が詰まっていました。冷却水がなくなり、エンジンの一部が焼けてしまっていたとは。修理にいくらかかるのか、ほんと勘弁してほしいです。クラゲもビニール袋も海面をぷかぷか漂っているので、同じように冷却水の取り込み口に詰まるんですね。航行中に浮遊物をすべて回避するのは無理なので、海のゴミ自体を減らす必要がありますね。何か対策はないものでしょうか。お、何やらこの問題を解決するためにマンタという船が開発されているそうです。一体どういう船なんだ。これは調査しないと。フランスにやってきました。ここフランスでは NGO 団体ザ・シークリーナーズが、肉気海洋ゴミを原動力として動く船ザ・マンタを開発しているようです。マンタってエイの一種だよな。海のゴミを食べて動くマンタ。実際に開発されている船を見学してみましょう。ザ・マンタは全長 56.6m、 高さ 62m の作業船で、船首側についた回転式回収コンベアにより1時間に3トンの浮遊ゴミを回収できる。年間5000から1万トンの廃棄物を回収できる計算です。取り込んだゴミは種類に応じて手作業で分別、プラスチックはさらに細かく分解され、高温で溶かすことで合成ガスに変換、ガスを原料にタービンを回すことで原動力とする自給自足船です。二酸化炭素や汚染物質もほとんど大気中に出ないんですよ。燃料にならないガラスや金属は陸に持ち帰ってリサイクルです。マンタが海水と一緒に餌を吸い込み、エラでろ過して不要な海水を排出するように、この船は海のゴミを海水ごと取り込み、ゴミを取り除き海水を排出するので、この名前になったんです。風力や太陽光を活用した再生可能エネルギーも原動力としており、船内にはプラスチック汚染についての最新鋭の研究所も備えています。一度に10人の研究者が乗船できますよ。ザ・マンタは2024年を完成予定としており、最初は東南アジアに出現する可能性が高いようです。いずれは日本の海ですれ違うことがあるかもしれませんね。こういう船も一度乗ってみたいな。ホームページで詳細や支援募集も行っているので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。 Twitter や Instagram でも情報発信をしています。概要欄からフォローお願いします。海が呼んでるぜ。